にちは。こんにちは。今日は何の発表もしとらんけんだよね。あ、そんなもしてないです。何もしてないです。まあ会ともずっとやってきたけどね。そうですね。うん。まさかこういうことになるとは。いやいや、悲しいお知らせなんですよ。なんかね、それこそ会に結構ちょこちょこ時間のあるときに助っ人にね、本当にいつも助けてもらってたんですけど、さっきも結婚したのは多分無人島に行ったときにね、報告してね、結婚の時はね。そうですね、もう3年ぐらい。あ、もう3年だとか。3年ぐらい前ですね。あ、もうそうなとか。プロポーズした時だったんだ。そうか、そうか。はい。で、結婚して今2年目だ。結婚して今2年ですね。そうです、海君、パパになります。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にパパになるということで、もういよいよね、それにもいかず奥様をきちんとちょっと大事にしていく時期かなと。でね、その中もしかしたらね、時間ができてちょっと一緒に行ったりできるかもしれんけど、嫁さんもですね、ちょっと一応釣りに関してはちょっと理解してくれる部分もあって、自分も仕事をしながらなんで、趣味もちょっと大事にせんばいかんって言ってくれてるんですけど、でもただそれでですね、今のペースで釣りしおき、さすがにそれは。いかんと永久アカウント停止ぐらいで、まあ自分の方からちょっともうなるべく我慢するっていう形でやってますので、えらいということでね、今日海君のしばらく会えなくなるかもしれない兆候で晴れてたらよかったんだけど、外は見事な雨ですね。予報が変わってて夜中まで降るような感じなんでね、海の大好きなシーバス、シヌメイン、しかも河川リバー、そうですね、で爆釣するかもしれないというふうに来た最後の兆候がまさかの雨でダメになるかもしれない。はい、まだ分からんねんね。ちょっと雨降ってるんでハンディが回せないのよ。だけどもう今日 GoPro だけだけど、もう最後ラストだけど、もう寄ってもらいましょうよ、川からね。できればちょっと雨でも釣りたいということで今日徳さん連れてきてもらって、もう最終日にもうがっつりいい思いをしてベイビーをお迎えしましょう。そうですね。この人に釣れるようにこの川をお願いしておきます。お願いします。じゃ行ってもっか。ちょっと行ってもっか。行きます。うお、一時避難。おお、あ、どうすか。あ、おるね、なんかボラっぽいね。よし、じゃあここでやりますか。おい、何本持たんだ。あ、そうだ。あ、なるほど。あ、そうだ、貝に効果つけてもらおうか。で、あ、大丈夫。そうかよ。そうですよ。はい。はい。よし、行きます。おい、雨。こう、傍から見たらおかしくないのこれ。お、なんかもうバレエの白鳥のことしてる。よっしゃー。爆釣をするのもしっかりね。浅いね。ほらのキラキラしよう。結構びちょびちょやね。もうびちょびちょっす。ホガンボラ入っとった。初めて見た。あら、ボラに混じってシーバスおらんかな。ちょっと早いもんね。そういう面倒かろ。邪魔かろ。最後の回の満面のユニバースで撮影すっけん。くた死ぬ。どこで歩くかランディング。ごめんかい。死ぬはおった。ほい、避けてこっち。よいしょ、おいよ。35面かい。ありがとう。おい、来たー。びちょびちょだけど。サンキュー。ありがとう、死ぬ。お、まあ、綺麗か、でかかね、しかもね。あ、綺麗しとんね。おしおしおし、ありがとうかい、サンキュー。やったね、チンヌン。まあまあでかかぞ、このチンヌンは。最近豊洲のルアーで釣り上げましたよ。くるくるしとんね、結構よかちねえね。まあまあ大きなチンヌン。雨の中の川のチンヌンって感じやね、これね。ほら、まあ綺麗に首都川まで上がった割には結構大きいです。はい、ありがとうございます。雨は止むどころか強くなる一方でございまして、今日はカイ君の笑顔をお届けしてございまして、カイ君には非常に大変ですけども、顔面カメラを装着していただいておりますよ。カイ君ジュニア、君はこの動画を何歳で見てるんだろうね。君のお父様は今、君が生まれる前のお休みを奥様からいただいてね、釣りに来ております。最後の兆候こんな感じですよ。お父さんはどうですか？ダメっすね。帰るまだ行く？これどっちでもよ、もうびちょびちょやもん。いや、もう最後こんなはずじゃなかったでしょ。そんなもんね。そんなもんすよ。あと一匹沈むこうかなってぐらい。そう新バスの入ってるのかな。うわ、これ追いかけてきそうだったけどな。うわー、なんでだから。徳さん申し訳ない。俺2回もバラしたっていうか、かかってねえわ。俺のせいで徳さん乳首透けとるもんな。あ、外れた、マジかよ。この立ち魚ルアーバイ、まあまあ大きかったな。ボラの引っかかったわけじゃなかろう今んとは。食ったかな。食った、ごめん海君。死ぬから。あ、死にますよね。死ぬ、ごめんねかい、マジで。あ、取れそう、取れたかな。シーバスかな。取れとらんね。あ、シーバス取れた。シーバスやった。あそこでベラ洗いした。あそこ俺はそうね。これランニングの難しかね。くっそー、おった。よし、やっぱシーバスなんだあれ。あー、シーバスやったなー。くた。ごめんかい、ほんと申し訳ない。ちょっとねあ、気をつけて。もうすぐそれマスター変売もシーバスやろ。あ、ボラはいまだあ、ボラのちゃんと食ってきとんね。綺麗に針かかっとんもん。すごっか。それじゃごめん。ごめん。不思議、ドンピシャやったよ。はい、ボラちゃんでした。ね、綺麗なボラ、逆向き、はい、こっち向き。ね、アイシャドウの綺麗かもね、ボラね。ちょっと一発入れます。よし。いや、これボラのおばちゃんだこれ。あら、なんか来た。あー、嫌な感じがするこれ。わっ、奥さん来た。釣れた。あ、ボラかと思った。よし、帰ってきた。あれ、死ぬ。あ、ほんとね、怖いけどこっちに落ちてくる気をつこうか。ちょっと待ってね。クロックスすべきよかよ。あれ、あー、はい、よいしょ、はい、来たー。ありがとうございます。はい、よいしょ、はい、来たー。あらす。あらす。よかった、よかった。よかった。おめでとうかい。びしょ濡れになって。おめでとう。びしょ濡れになって、頑張ったからやってね。体育の、そういうおかよ、おか、大丈夫だ、死ぬ。いや、ミノーでしか反応せんとかなと思ったんですけど、意外とバイブレーション、ね、偶然のバイブレーションやったね。発見になってきた。もたんやったけど、もう死ぬ。綺麗ね。綺麗ですね。おめでとう。こいで、こいで。なんとか。なんとか。なんとか。ちょっと満足しました。ちょっと満足した。もうちょっと。ああ、しましたの。もうちょっとしとかば全然。でも、風邪ひくっすよ。大丈夫。大丈夫ですか。一旦満足しましたね。おめでとうございます。もうこれで無事に頑張れてくるそうですね。ちょっと頑張りそうです。頑張ってください。また青木まで。もうダメ？ダメか。まあ心をこれで心置きなくというか心置きなくと言いましょうか。まあ幸せだったけどそれはそれでまあいいかなって。まだそのシーバス釣りたいってなる。そうやね。またついてくなきゃね。じゃあ帰ろっか。そうですね。行きましょう。面白かった。お疲れ様でした。でした。カイ君の第一子、無事に生まれましょうに、内藤の皆さん、高評価を、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この棒でね、はい、うなぎを釣ります。なるほど。ボーナス筒だ。いっぱいあるよー。甘くならねー。ヘビ？うおー。このリベンジも果たしたかったそう。